あれ。カカジーです。今日は淡水フグのみかんさんのお食事風景お届けしようと思います。ちょっとね、なんかクレクレダンスしてたんで、取れるかなーって思って。与えるご飯はこちら。はい。杏林さんの光クレストカーニバル。肉食魚用だね。これを何粒か与えてます。さあ、あれ、ちょっと落ち着いちゃった？いらない？みかんさんいらない？いらない？みかんさん、今クレクレしてたでしょ。上見た？食べない。食べないか？あ、来た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 。おれ。あれ？ほら、上見てる、上見てる。気にはしてるんだ。気にはしてんだけど、そこまでじゃねえのか。はい。こう投入してます。そこまでじゃねえのか、みかんさん。ダメか。この動画はお蔵入りになるのか？おい。おい。おいおい。水面で暴れる昆虫を演出。うん、ダメだね。はい、また。また後で。こうやって、食べそうでも食べない時が結構多いんで、その都度諦めてまたね、くれくれダンスしてる時に与えてます。この食べなかったカーニバルは撤去。あ、ちょ。おい、おい、ちょちょちょい。へいへい。へいへい、指が届かないぜ、へいへい。あー、崩れてきた、やばい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 。崩れる前に取らないと、水が汚れる、オッケー。また今度ね。チャンスがやってきました。さあ、準備してる間になんとなんと、これ、ほら、アナカリスさんたちが、みかんさんの邪魔をして、あ、食べるかな、俺。あ、ダメ？ああ。完全にやる気をなくしてしまいました。はい、出ました、ドーン。サクレ。みかんさんに合わせてオレンジ味を使ってます。中身はほれ。杏林の光クレストカーニバル。さあ、今度はカーニバルを直接見せて煽ってみますよ。ほれ。ふりふりふり、上に来れば食べられるよ。ふりふりふり、反応はしてるんだよね。ふりふりふり、上だよ、上。ここじゃ食べられないよ。ほら、パタパタしてる、パタパタ。ほら、上。ふりふりふり。ガンムシ。今度は指で煽ってみますよ。ふりふり、みかんさん。ふり、ほら、指はあげないけど、ほら、カーニバルはあげる。おお、ちょちょ、おお、やった。お、釣れた、釣れた。ほれ。よし、食べた。ほれ、むっちょ。いい。おい、いいぞ。はい、むっちょ。よいしょ。あれ。うい。うい。うい。あれ。食べてない。あれ？いや、もう一個。あー、またアナカリスさんの襲撃が。うわー、俺、ちょ、あっち行け、あっち。俺、今だ。ミカさん、ミカさん、今だ。よしよし、うまい、上手。よーし、いいぞ。よーし、いいぞ。いやー、ちょっとお腹が膨らんできたね。はい、もういっちょ。あー、押された。押された。えい、あっち行け。よいしょ、はいよ、上手。むっちょ、食べる？食べるか。ほれ。オッケー。あー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 、もうえらい攻撃だ。アナカリスさんたちが。普段こうなんないのにね、不思議とみかんさんがここに来ると集まってくんだよね。ああ、みかんさん着陸。でも結構食べたからオッケーかな。
食べた後はこうやってまた砂に潜ってまったり気分でした。目キョロキョロしてる。ということで今回は淡水フグテトラオドンミウルスのみかんさんのお食事風景でした。はい、シークンドー極めましょうね。ずすさようなら、お元気で。チャンネル登録はここ、関連動画はここ、再生リストはここです。よろしくです。